こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は、試飲会。こちらは以前漬けたアロニア酒ですが、漬けてから3ヶ月の時が流れましたので、今日は第2回目の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。以前と変わらず黒いまでのワインカラー。では、ついでいきます。つげました。では、飲んでいきます。おお、香りが濃くなった。渋みも濃くなった。結論が出ました。こちらの3ヶ月目のアロニア酒、評定は 3.6 ポイントです。3ヶ月目のアロニア酒、1ヶ月目の時点では本物のブルーベリージャムの 40% 分のブルーベリージャム効が出ていると述べましたが、今はさらに香りが強くなって本物の 60% 分くらいまでに上がりました。やはりアントシアニンは多少時間が経たないと香りを出さないのかもしれません。そして以前から後味の渋みがありましたが、これも濃くなっています。生の果物の時点で結構渋かったですので、時間によって成分がより染み出してきたということでしょう。渋みの濃度は飲んだ後1秒間舌を包み込んで、舌を分厚くなったように感じさせるくらい。でもまあまだ後味を引き締めてくれる程よい渋みという範囲です。実際に飲むときは氷や炭酸水で割るので渋みも薄まるわけですし、ただ以前の試飲の時にも述べましたが、やはり夏ハゼ酒の介護感という感じがします。夏ハゼ酒の方がブルーベリージャム香も濃いし、その持続時間も長いです。生の夏ハゼは皮も厚ぼったくて小粒であったことから、アロニアより紫部分が多くてブルーベリージャム香が濃く出たのだと思います。それに夏ハゼの皮は割れやすい性質を持っていて、果実酒にするとその皮が砕けて大きめの粒子になって液体全体に行き渡る。粒子が大きいから舌の上でなかなか流れ切らず、味の持続時間が長くなるのだと思います。同じ3ヶ月目の夏ハゼ酒とアロニア酒の映像を並べましたが、ガラス瓶の内側に紫色が張り付く時間が夏ハゼ酒の方が長いですよね。それに夏ハゼ酒にはなかなかの酸味が効いていたけど、アロニア酒には酸味はあまりない。それでは今日の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。